はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回はね、AFP 通信のね、記事を見ようと思います。ということでこちら、ビデオゲーム約2万タイトル収蔵、富津国立図書館が誇るアーカイブ。まあこの記事があるんですが、ちょっとね、内容を読んでみようかと思います。10月10日 AFP、富津、パリセーヌ川のほとりにあるフランス国立図書館には、あらゆる形式のビデオゲーム約2万タイトルが収蔵されている。カートリッジから、フロッピーディスク、CD-ROM に至るまで、今後も年間2万タイトルが追加される。これね、実を言うと、僕自身がもうすでに扱ってる記事なんですよ。過去の動画で やってるんですよ。これなぜかっていうと、この記事自体が、過去にね、作られた記事の、焼き直しって言っていいのかな？まあ、ちょっとね、一応概要欄にリンクを貼っとくんですけども、一応9月4日にね、ビデオゲーム約2万タイトル収蔵、富津国立図書館が誇るアーカイブっていうのが、これは AFP 通信のね、記事で出てるんですけども、今回はこれのね、動画が追加されて、で、字幕って入ってるね、やつなんで、まあ同じ記事なんですよ。だからこの後読む記事もね、全く同じ内容なんですけど、ちょっとね、一応もう一回振り返っておこうかと思います。ということで、はい、続き。収蔵は、1992年に制定されたマルチメディア記録の保存に関する法律に基づき進められており、20人体制で管理している。同図書館の、ビデオゲームのアーカイブ管理者、ローラン・リプイ氏は、ビデオゲームはグラフィックアート、ナラティブアート、ストーリー構造が組み合わされた総合芸術とみなすことができますという。ビデオゲームはここ、国立図書館に保管されている他の資料と同様に必要なものです。それ自体が文化遺産です。ゲームソフトは湿気を避け、室温19度に保たれた、暗い部屋に保管されている。ここね、ポイントなんですよ。これ何かっていうと、前回ね、記事が出た時には写真が9枚あって、まあそれぞれね、どういうものが保管されているかっていう情報はね、出てたんですけども、実際に、なんかこう、見れる状態が作られてるようなところはあったんですけど、まあ要は展示スペースみたいなね、感じのところはあったんですけども、実際物がどういう風に保管されてるかっていうところがね、あんまりね、ちゃんと紹介されてなかったんですよ。まあ実際には、ちょっとね、トゥームレイダー2かなが紹介されてるところに、トゥームレイダー2のね、が、こう、棚から出してる状態っていうのが写ってる写真があって、これぐらいしかなかったんで、どんなように保管されてるのかなと思ったら、今回追加されているその映像ね。映像の方は当然全部流れがね、出てるから、その中で棚がちゃんと紹介されてました。まあなんだろうな、こう、まあ鉄製っていうか、まあ結構、がっちりとした棚で、なんかこうぐるぐる回してるか電動かわかんないけど、こう、ヒューっとね、こう、移動する棚ってあるじゃないですか。まあ要は、棚の両面にこう物がね、展示、保管されているんだけど、それが全部こう、端っこに、ね、部屋にこう寄せることによって、スペースが取れるような棚ってあるじゃないですか。要は、この棚一列ずつこう動かして、その中を見るみたいなね。だから普段は多分本当に暗闇の中でね、保管されているし、普通にはこう手を出せないところにあって、あとは室温さえ気にしてればいいという。まあそういうような、ところに保管されていて、で、しかも結構ね、悠々にね、余裕のあるような、僕の部屋なんだからともうぎゅうぎゅう詰めにね、物が降りて、まあ部屋狭いからね、しょうがないんですけど、そういう風に保管してるのに対して、やっぱこういう図書館は結構ゆったりとしたと。まあ、多分図書館、日本の図書館でもあると思うんですよ、その本をいっぱい保管してるところ。要は、その図書館の、一般者が入るようなスペースは、多分木の棚なりなんなりにね、バーっと本が入ってるだけなんだけど、多分その奥にね、保管スペースの方は、多分そういう動くね、棚。まあ僕の部屋もね、これ、スキャナーのね、スキャナーじゃないや、キャスターのついたの棚なんかこう、タイヤでこう動くんだけど、そうじゃなくて、もうその、一定のね、場所をこう左右に動くようなね、棚ですね。あれにちゃんとこう物が保管されてるから、それはね、すごいね、こう、やっぱ個人ではなかなかね、作り出せる環境じゃないね、その保管の方法なのかなというふうに思いました。まあ、家をね、最初からこう、設計して、そういう家にしようとして、多分そういう棚を入れていけば、多分そういう、保管の方法もね、成立するかと思うんだけど、なかなかね、
よほどのね、大豪邸でもない限り、しかもああいう棚って結構重いと思うんで、うちみたいなこう木造建築のね、うちだと、多分部屋に入れた途端に家が潰れちゃうんじゃないかってちょっと心配もあるんですけど、まあまあそんな感じでね、そこら辺がちょっとね、今回映像をね、が追加されてるので、記事もう一回見る価値があるかなというところでした。まあ、ちなみにね、これまだ記事続きます。はい。さらに上の階にはマニア垂涎のヴィンテージゲーム機のコレクションもある。多分これ、ここがね、記事の方で写真になってた部分だと思うんですよね。いろんなものが展示されてるやつがね。1970年代前半に発売された世界初の家庭用ゲーム機マグナボックスのオデッセイや、アタリのリンクス、セガサターン、そして1990年代を代表する任天堂のゲームボーイなどが一堂に会している。このね、ピックアップしてる本体がどういうニュアンスかよくわかんないんだけど、まあ、とりあえずフランスではここら辺がメジャーなのかな。セガサターンのところもちょっと渋い気がするんだけどね。はい。で、数十年後、あるいは数百年後の未来の研究者に、これらのビデオゲームの遊び方や、使用されたハードウェアを理解してもらうために保存していますと、デュプイ氏は説明する。とあるんですけども、実際のところ保管効くのかなって、まあ今だと、1970年代だから、まあ大体50年ぐらい前のものっていうのが、まあ一番古いんだけども、まあ、そういうのがあったっていうね、歴史はいいと思うんだけど、どうだろう。どこまでがこう取っておく価値があるかってところですよね。まあ、僕もコレクターなんで、まあ、ものは持ってはいるんだけど、ただ、なんだろう、若い頃にはね、これを持っていてね、なんか、年を取って死ぬ頃には誰か他の人に引き継いでとか思ったけど、まあ、正直ね、もう個人でやるもんじゃないなって思ってて、まあ、僕は僕の代で終わりでね、まあ、パッとこう、まあ、僕のいる間にね、これをなんとかね、いろいろ情報発信をすることで、ここにあるコレクションが役に立てばいいかなと思ってるんですけども、やっぱね、こう、日本国内でなかなかね、そういう、こうね、図書館的なこういう、なんだろう、ゲームソフトとか保管するってプロジェクトが、まあ、あることはね、あるんだけども、大々的にやってるとか、国がやってるみたいなのはないだろうし、どこまで本気でやってるかって、いまいちよくわからないんですよね。まあ、ともかくね、そういう意味ではこういうフランスのやってることが、まあ、記事としてしっかりね出てきて、あ、本当にやってんだっていうのをね、わかるのが少し安心するかなというところです。で、中には物理的な形では残っていないゲームもある。そうしたゲームについては再ゲームを試みる愛好家のコミュニティに頼っている。また、現在、クラウド上でプレイされている多くのゲームにも同様の問題があり、図書館はゲームのリリース元やプラットフォームと交渉し、打開策を模索している。これ難しいですよね。日本なんかでも、まあ、80年代とかね、70年代、80年代、まあ、90年代も含めて、まあ、2000年代もそうかな。潰れるとこは潰れちゃうしね。権利がもううろうろしてるものもあるしね。まあ、全くもう権利的にわかんないものはあるけども、ただ、まあ、正直言うと、有名なタイトルはともかくね、マイナーなタイトルは消え去るのはしょうがないかなという気がするんですよ。例えばね、社会科で歴史の授業でね、やっぱり教える、人っていう人物が限られてるし、歴史的に事情もね、限られてるから、そういう意味では、まぶかれるものもあるじゃないですか。まあ、そこにいたことはいるけども、まあ、よほど詳しくしな、研究しないと、そこの人がわかんないようなこともあるから、ゲームソフトもね、必ずしも全部が全部ね、られる必要もないと思うんですよ。まあ、残れば残ったでいいんだけども、多分消えるものがあっても、そんなに体制に意味はないような気もするんですよね。だから、消えることもあるだろうし、まあ、クラウド上のものとかもね、まあ、ムービーで残すとかね、ムービーと文章で残すとかね、まあ、そういうことにもなるんじゃないの、最終的にはって、まあ、個人的にはそんなに思っています。まあね、ゲームソフトだって今の時点でね、クラウド上の、エミュレーターで動かしてるものもあるけども、実機で動いたものとエミュレーターで動いたものが全く同じなわけじゃないし、それがこう今後ね、コピーみたいな形で残っていたとしても、それが元にたどれるかっていうと、それも怪しいじゃないですか。まあ今のね、バーチャル的な、昔のバーチャルコンソールなりゲームアーカイブスのものだって、元々のね、ゲーム機で出てたディスクなりのものとは違うじゃないですか、カートリッジのものとか。プレイステーションの CD で楽しんでた時のローディングのね、関係でいろいろ処理してたことと、まあ、ダウンロードでね、データになった時って言うとね、やっぱり処理が変わるし、まあ、それが動かしてるハードのスペックによってもね、処理落ちのところがどう再現されるかと思います。だから元のものを残すっていうのが大事なんだけども、元のものが動かなかった時に、他のものにした時っていうのは、ちょっとまたね、
なんかニュアンス変わってくるんで、そこは、なんだろう、こう、メーカーとのね、交渉とか打開策以外にもね、いろいろやることあるんじゃないのかなという、っていうか無理なんじゃないのかなっていうのが個人的な見解です。はい。ということで、最終的には世界最大のビデオゲームコレクションにすることが目標だと、デュプイ氏は言う。フランスの遺産としても素晴らしいことですってあるんですけども、フランスのね、ゲームソフトがどのぐらいあるんだろうっていう疑問もあるんですよ。今ね、これ、ここのフランスの、この図書館には2万タイトルあって、年間で、今後も年間2000タイトルね、追加されていくっていうんだけど、まあ2万って言うとね、何なんだろうな、こう、僕の、がファミコン以降に発売されたゲームソフトをリスト化して作ってるやつで見ても、ゲームソフトの総数って、まあ、2万5000ぐらいになるんですよ。まあ、これ、廉価版とかね、いろいろこう、のものをこう、一緒にしちゃったりしてるんで、まあ、ただ、サターンとプレスで出た同じタイトルが別物と扱いにしたりしてるんで、まあ、それ2万5000ぐらいなんですけども、だからそういう風に考えると、まあ、パソコンのゲームとか、アーケードのゲームとかね、まあ、あと今のその、なんだろうな、ブラウザーゲームとかね、そういうのも全部集めていくと、まあ、2万って数じゃ済まないと思うんですよ。で、まあ、インディーのゲームとか今はね、ゲームが作られる環境、発表できる環境増えてるから、まあ、2000タイトルずつ増えていくって言っても、そこがこのビッグタイトルなのか、そのインディーなのかってところもあるし、そうすると、こう、キリがないし、実はまだまだここを集めきれてないんじゃないのかな、という感じがしています。まあね、日本国内で多分全部持ってますっていうか、全部こう集めますっていう状況を作ろうにしても、まあ2万5000には足りない気もするしね。だから3万4万っていうぐらい、今の時点でないと、こう、足りない気がするしね。で、それでまた2000とかこう追加されていくっていうのが、まあ本当の意味での現状なんじゃないかなと思っています。はい。ということなので、まあこのね、なんだろうな、ゲームのね、アーカイブとかね、コレクターさんのね、お話とかってニュースで出てくると僕もピックアップしていろいろこう話をするんですけども、ただ、なんだろうな、こう、表面的にね、こう、わかることはわかるんだけども、それが今後ね、どういう風に継続されていくかってところもね、もう少し終えたらいいなぁと思うんで、まあ、正直1ヶ月経って同じ景色が出てきましたってところにガブって感じがするんだけど、少なくともね、ムービーが出てきてるので、今回の記事に関しては、その、まあ、概要欄にね、リンク貼っときますので、ムービーだけでもね、確認していただければ、正直今僕は読んだ部分の記事の内容というのも、ムービーで字幕が出てますので、日本語のね、日本語字幕出てますので、ね、そちらを見てね、お勉強していただければと思います。はい。ということでね、まあ、3万とかね、4万ってね、体調の人だとやっぱり藤田さん頑張ってね、こういうところのムービーを見てね、参考にね、こう、コレクション部屋を、まあだから、こう、小さい部屋をね、何個もってよりは、やっぱりでかいところをガーンと押さえて、そこをミュージアムとした上で、保管をするような方法の方が、まあいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ勝手なお世話ですよね、こういう話は。まあいずれね、お会いする機会があれば、話を聞いてみようと思いますが、まあとりあえず、今回はこの辺りにしようかと思います。はい、ということで、この動画が良かったと思う方は、グッドの評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。以上、さきかんでした。